12時になりました。シエスタ読谷 FM ランチ、今日は2月3日火曜日ということで眼中チャレンジをお届けいたします。この時間は毎週いろんなテーマに沿って健康につながるお話をしていきたいと思います。ということで本日のテーマは、今日は2月3日ということで節分の日ということですので、節分の日の思い出を話していきたいと思います。どうぞ1時間お付き合いください。改めましてこんにちは。毎週火曜日この時間はシエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジと題しまして、皆様の健康づくりを応援するパーソナリティの平田美希がお届けしていく1時間のトーク番組となっています。どうぞ1時間よろしくお願いいたします。ということで今日のメールテーマなんですけども、節分の日ということで、節分の日の思い出を話しながら何か楽しくお話ができたらなと思いますので、1時間どうぞよろしくお願いいたします。ということで、メールアドレスをご紹介いたします。すべて小文字で FM 数字の786 @ FM 読みたん .co.jp、 すべて小文字で FM 数字の786 @ FM 読みたん .co.jp です。懸命に眼中チャレンジとか平田美希でもいいですし、打っていただけるとポンとメッセージが届きますので、どうぞよろしくお願いします。と FM 読谷のホームページからもメッセージを送ることができますので、どちらかを利用していただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速第1コーナーは、健康環境課のお知らせをお伝えして、そして12分明けに12分頃に天気予報、そして第2コーナーはエコマッスルの授業のお話、そして第3コーナーからメールテーマに沿ってお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では早速じゃあこのコーナーからいきたいと思いますので、お声をお願いします。週の健康円卓。はい、ということで、はい、今日は健康環境課の方から大城修君と、はい、はい、一緒にお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速、はい、健康環境帰りお知らせですね。はい、お願いします。まず検診について、今年度の集団検診および個別検診は終了いたしました。はい、1月いっぱいまででしたね。はい、そうですね、先月まででした。で現在の受診率ですが、はい、60% 以上の受診率を目指しているのですが、はい、33.8% となっております。はい、検診を受けていない方はですね、
また来年度、今年の4月からですね、また受診券を送付いたしますので、はい、次回受診を受けていただくようお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。またですね、来年度から特定健診の受診券が、はいはい、保険証と、受診券が一体型というのは、今までですね、はい、カード型の保険証だけだったと、うんうん、とまた別に、そうですね、黄色のハガキがですね、はい、家庭に届いてたと思うのですが、はい、届いておりました、今年の4月からですね、はい、やっぱり健診に行くときに、うんうんうん、この受診券を忘れて保険証だけ持ってくるって方が多いのということで、はいはい、一体になってですね、うんうん、忘れないように、うんうん、楽に検診が受けられるように なりましたので、はい、じゃあ今度4月1日から配布される保険証に受診券も一緒にくっついて、はい、いるということですのでね、はい、ちょっと形が変わるかと思いますが、はい、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、はい、また検診に関するですね、お問い合わせがある場合はですね、はい、健康環境課までお問い合わせお願いください。はい、お願いいたします。電話番号が 982-9211 982-9211 です。はい、お願いいたします。こちらはあれですかね、今まではハガキが届いていて黄色、緑、オレンジとあったんですけども、はい、今度の4月1日からの配布も何か分けられているんですかね、のかな、はい、やった。でもね、4月1日からの配布のものは一緒に取り付け、一緒にくっついて、はい、折り曲げてまた財布の方に入れられるようにコンパクトに作られているということですので、はい、ぜひ皆さん忘れないように、保険証を持っていたら受診券は一緒にくっついてますので受けられるということですので、どうぞよろしくお願いいたします。またね、まだあれですかね、受診率に反映する、国保加入者の方々が、はい、もし会社などで健康診断を受けていたら、受診率の方にも反映するというこの、これはまだ提出期限は、はい、まだ可能ですか。はい、可能ですので、はい、じゃ可能ということですので、結果を持ってきていただけましたら、うん、はい、ぜひ結果の方ですね、健康環境課の方に持ってきていただいて、 60% の目標ですので、ぜひこの受診率に反映するということですので、結果をぜひご持参していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、次にですね、はい、お願いします。1月の健康ユンタク会についてですね、はい、先週の金曜日、1月30日ですね、はい、文化センターので行われている自教術体操サークルというのがありまして、うん、はい、そちらの方に参加してきました。はい、どうですか。皆さん自教術というのをご存知ですか。自教術し、私は初めて聞きましたね。そうですよね、僕も参加するまで全然知らなくてですね、はい、大正5年にですね、あるお医者さんの先生がですね、治療の術から工夫されたものから東洋医学をツボをしたりですね、ツボを刺激したり柔軟の体操をすることで、健康になるよということで始まったそうですね。で、31種類の動作があって、はい、一連の動作があるんですけど、はい、それぞれのですね、自分の柔軟性とか、うんうん、それに合わせて体を動かす運動になっています。ツボ、もうね、手足に一番ツボ、一番多いのベロだって、舌だったかな、なんかツボですか。そう、なんか刺激、神経だ、これはツボとは違いますね。いろいろ顔とかにツボがあってですね、この顔のツボ押しもやったんですか。はい、あ、すごい、どうですか。血流がですね、すごいツボを押すことによって熱くなってですね、うん、血行が良くなるそうですね。顔ってね、あんまり動かさないというか、はいはい、あまり運動しづらいというかね。そうですね、ですもんね、はい、やっぱり血行が多分あまり いかないというか、あまり血行が良くは、顔と、あと、うん、足ですね。足、この講師のノバル先生という方なんですけど、はい、足のツボをいろいろ知っていてですね、うんうんうん、足裏ですとか、足の甲のですね、うんうん、真ん中の方ですかね、うんうんうん、そこのところを押して痛い人は腰痛があるそうですね、うん、腰痛持ちの人とか、将来ですね、うん、腰痛なるだろうっていう、もうこのツボを押すだけで痛みが出たら、はい、ここがちょっとよく悪くなるかもとか、悪い、ちょっと調子が悪いかなっていう部分になってくるんですね、はい、東洋医学というのは面白いですね。そういったのが全然知らない
ことが多くてですね、うんうんうん、まあ、いろいろなと発見になったかと思うんですけども、はい、どのくらいの方が参加、15名ぐらいですかね、うん、6、70代の方が主に、あのなんですけど、60代、70代皆さん本当に体が柔らかくてですね、みんなの開脚で頭がついたり、はい、あの膝まつけて後ろに、が60代、70代の方々がですか、はい、すごい体柔らかいですね、ですね、毎日続けることによってやっぱり腰痛持ってたりですね、肩こりとかがこれをやることで良くなったという方が、あ、すごい改善されていたんですね、はい、やっぱでも良、はい、くなったからもう授業術やめるとか、うんうん、そういったらやっぱり、うんうん、やっぱ続けることが大切って言ってましたね、やっぱ体をほぐすことっていうのは大切ですからね、はい、またこの授業術体操サークルっていうのは定期的に行われている、はい、ということですので、この文化センターのサークルはですね、毎週金曜日の午後2時から4時までですね、文化センターのリハーサル室で行っておりますので、はいはい、ぜひ、また興味がある方はぜひ参加していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、それではまたちょっと第2コーナーに入る前に天気予報をお伝えして、第2コーナーも引き続き健康環境課からのお知らせをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この番組は FM ヨミタンの本スタジオより生放送でお届けしているシエスタヨミタン FM ランチ眼中チャレンジ、この番組はヨミタン村健康づくり推進協議会、ヨミタン村役場健康環境課の提供でお送りいたします。それでは一旦 CM です。時刻は12時12分を回りました。こちらからはお天気をお伝えいたします。沖縄気象台11時発表、沖縄本島中南部今日は曇り、降水確率はこの後夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時まで 20% の見込みです。日中最高気温は18度、風は北の風、波は 1.5メートル、うねりを伴う予報です。続いて天気概況です。沖縄地方は寒気や気圧の谷の影響で曇っており、小雨の降っているところがあります。3日から4日にかけて沖縄地方は寒気や気圧の谷の影響で曇りや雨の天気となる見込みです。沖縄地方の沿岸の海域では波がやや高く、沖縄本島地方と大東島地方は4日にかけてうねりを伴う見込みです。なお八重山地方は3日は次第に波が高くなる見込みです。ということで以上今日のお天気でした。No!
刻は12時17分を回りました。 FM 読谷の本スタジオより生放送でお届けしているシエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジをお届けしております。今日は読谷村役場から大城修君と一緒にお話をしていきたいと思いますので、引き続き眼中チャレンジをよろしくお願いいたします。ということで、ちょっとお知らせが、あと何点かありますので、引き続きお知らせをよろしくお願いいたします。はい、はい、次にですね、インフルエンザの予防について、はい、予防についてまだインフルエンザ流行ってますので、はい、大流行警報ですから。そうですね、この時期はどんどんやっぱり治ってもまた違う方が引いてっていうね、はい、ちょっと蔓延していると思いますので、じゃあこの予防についてお願いいたします。はい、はい、今ですね、今日たまたま朝ニュースで見たのですが、はいはいはい、予防接種を受けているのに、うんうんうん、インフルエンザにかかっている人が多いらしくてですね。そうなんですか。今年は逆、インフルエンザにもいろいろ種類が、何がウイルスの種類がですね、なんか A 型とか B 型とかなんかいろいろありますよね。 A 香港型っていうのがらしくて、香港型そのウイルスがなんか変異するらしくて、はい、毎年毎年変わるんですよね。100人、予防接種受けても50人はインフルエンザにかかるそうですね。そうなんですね。 50% しか効果がないそうで。ああ、そっか、毎年毎年やっぱり、はい、言うとね、予防接種かやっているかとは思うんですけども、やっぱり新しいまたウイルスが、インフルエンザが出てきてっていう形ですね。そうですね、はい、今年は。なるほど、 50% 半分の方々が、まあ、インフルエンザにかかってしまうということなんですけど、やっぱり予防接種より大切なのは予防だそうなんです。で、とにかく手洗い、うがいを心がけ、マスクはですね、はい、顎までしっかり、して菌が漏れないように、入らないように、鼻の上から顎下まで、はいはい、あと同じものをマスクは使い回さずにですね、うんうんうん、でまたマスクをしてない時にくしゃみをする場合は手で受けずに地面に向かってしてくださいね。はい、ということですのでね、あとうがいにもですね、はい、やり方があるそうで、うんうんうん、それも今日見たのですが、はい、ぐちゅぐちゅぺ、ゴロゴロペ、ゴロゴロは、うん、うがいの、あ、上を向いて、ゴロゴロゴロですね、うんうんうん、で、ぐちゅぐちゅというのはですね、まず、はい、ゴロゴロの前に、はい、口の中のばい菌を出すためにですね、うんうんうん、口に水を含んで、ブクブクブクって、ぐちゅぐちゅぐちゅって、はい、ゆすぐ感じですね。はい、うんうんうん、で、ペッてして、うん、そこからゴロゴロすると、いいそうですね。ちょっとじゃあ順番があるんですね。はい、まずぐちゅぐちゅペをして、その後にゴロゴロペ。はい、これ学校でやってるところがあるらしくて、去年、学級閉鎖が、続いてた、で続いてた学校もこれをですね、はい、給食の前とかですね、定期的にやることで、学級閉鎖とかなくなってですね、予防されているんですね。予防されてすごい、やっぱこういったね、こまめのうがい、手洗いっていうのはすごく大切だと思いますので、はい、このね、うがいもぐちゅぐちゅペをしてゴロゴロペをすると効果的ということですので、ぜひ食事する前やまた家から、あ、外から家に、はいはい、帰ってきた際は手洗い、うがい必ずしていただきたいなと思います。もうね、3月、4月頃まで結構インフルエンザ多いですもんね。はい、乾燥していますので、ね、うん、時期的にもその3月、4月頃まで多分ずっと蔓延しているかとは思うんですけども、インフルエンザにかからないようにちょっと予防をそれぞれでしていただきたいなと思います。あと大城修君が前に言ってたアユーベ体操、 あ、はい、あれもね、効果的じゃないかなと私的にも思いますので、はい、うん、30%か40%のね、はい、率だったのが一桁台にまで下がるぐらい この効果があるということですので、アユーベ体操もぜひ取り入れていただけたらなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ続いては、はい、続いてはですね、これですね、はい、これですね、はい、じゃあ続いての、はい、お知らせお願いします。はい、続いてスマホでヘコマッスルの、はい、ということで、じゃあスマホでヘコマッスルのお話も、はい、働き世代のですね、はい、20代から65歳まで、そうですね、20歳から65歳までの、男女を対象に、はい、村民の健康づくりモデル事業としてですね、去年の11月の末から、はい、もう今月のもうね、あっという間なんですけども、はい、再来週までですね、はい、再来週までということで、平成26年度県民の健康づくりモデル事業と働き世代の村民健康づくり活動定着促進事業ということで、今スマホでへこまするということで、今健康づくりに取り組んでいる事業が行われております。
はい、で35名の方がですね、はい、毎週日曜日に10時から12時までですね、集合講習、ね、うん、はい、いろんな運動をね、うん、やっているのですが、はい、先週はですね、先週は何をしたのかな、はい、前回に引き続き、はい、またバランスボールと、お、バランスボール、はい、ズンバ、ズンバ、はい、挑戦しました、ね、先週課長がいらしてたんですけども、激しくてもうすごくね、はい、もうやっぱりバランス追いつくのに、はい、ね、大変だったみたいなんですけども、やっぱりでもあの動結構動くので、はい、バランスボールとかも、ね、代謝も上がって、うん、そう、バランスボールも実はあの3週間4週間前ぐらい、ちょうど1ヶ月になるかな、そろそろ1ヶ月前ぐらいから、あの健康増進センターの方からちょっとバランスボールを借りして、今 FM 読谷のスタジオの方に黙ってた本スタジオの方に、あのパーソナリティの方、 DJ でもされる方にはですね、あのバランスボールに乗って番組をしてもらうということで、ちょっと健康に、意識づけっていうんですかね、意外とね、はい、ただ座ってるだけなんですけど、はい、筋肉痛とかされますから、そう、あの太もも、内ももっていうんですか、うん、がなんかついた感じがしますね、はいはい、すごい楽そうに見えるんですけどね、バランスボールってでも意外とね、うん、そう、筋肉使ってるんですよね、そう、意外に使ってるなっていうのが、またバランスボールでね、いろんな座り方があるみたいね、はいはい、そういったバランスボール の座り方などをね、いろいろと、はい、バランスボール、座ったり、うん、あと膝で、ね、ついたり、膝で、膝立ちっていうんですかね、ボールの上に、すると、ね、はい、いろんなやっぱり普段使わない筋肉を使うら、インナーマッスルとか、鍛えられるそうですね、やっぱり今回2回目ですので、うん、はい、すごいみんな慣れていてですね、7分間、うん、みんなで勝負をしようということで、バランスボールに足ついたら負けという、この勝負をして、足ついたら負けって、どこで、膝で支える、はい、膝もう全体でですね、体幹を使って、7分、はい、数名みんなできましたね、できてました、はい、すごいですね、すごいですよ、結構なバランスを取ると思うので、はいはい、やっぱり慣れると人間って成長していくんでしょうね、バランス感覚も養ってて、筋肉もついていく、うん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 、バランスボールはいい運動みたいですので、ぜひ、はい、お家でね、うんうん、買ってもね、眠っているって方が、ね、多分バランスボール持ってる方ね、はいはい、多いかと思うので、ぜひ家にある方はちょっとまた押し入れから出してちょっと使ってみてはいかがかなと思います、まあ、いろんなね、やる仕方があるということですので、よろしくお願いします。私もね、この1時間のやってるんですけども、まあ、これが運動したのと同じになるのであれば、ちょっともうのっ座って、これに座って番組しようと思って、もう来た日から、来た週からずっと乗ってるんですけども、やっぱりなんか効果があるような感じはしますね。腰回りとかも効いてる感じがしますので、いいですね、はい、これからも取り入れていけたらなと思いますので、ぜひ皆さんもある方は取り入れてみてはいかがですか。あとバランスボールの次にですね、はい、ズンバをやって、そのズンバの後にストレッチポールってのもやったんですよ、はい、ストレッチポールご存知ですか。ストレッチポール、丸い、なんか、うん、細長く、はい、細長い、100、2、30センチぐらいの丸い棒の棒みたいなね、ちょっと太めの、太め、ものですね、そちら、背中の筋肉をほぐしてくれてですね、はい、うん、どういう風に使うんですかね、ポールの上にただ寝るだけなんですけど、はいはいはい、人間のこの背骨ですね、うん、仰向けになって寝ると分かるんですけど、はい、背骨が浮いて地面にピタッてついてないんですよ。つかない、それってもともとのやっぱり普段の姿勢であったり生活から歪んでくるそうで、これ歪んでる証拠なんですか。そうなんですよ。でストレッチポールに乗ってこの筋肉をほぐしてですね、20分間ぐらいですかね、うんうん、ぐらいやったんですけど、はい、最初ですね、仰向けに寝てると普段はすごい浮いてるんですけど、うんうん、このストレッチポールを使うことで、はい、筋肉がほぐれて元の位置に戻ってですね、元に姿勢もやっぱりよくなるそうですね。ストレッチポール、ストレッチポール20分間のいろんなちょっとストレッチをして、はい、すると寝てですね、するとちょっとこの隙間が減るってことなんですね、はい、元の位置に戻る、いい、はい、こっちが浮くってことは歪んでるってことなんです ね、知らなかった、はい、腰にやっぱりそう、負担とかになります、負担がかかってるんだ。これはどこに行ったら
買えるのかな、売ってますかね、スポーツ店とかにも今増えてきてますね。あーホームセンターとかでも安いものでは3000円とかでも買えますので、おすすめですね。横になりながらちょっとね、はい、あのストレッチポールでしたっけ、ストレッチポールを使ってみてもいいかもしれないですね、はい、なんか肩甲骨とかが結構なんか、はい、筋肉がなんかこう、やっぱデスクワークが多いじゃないですか、今の世の中。そうですね、パソコンのね、やっぱり後ろの背中の筋肉っていうのは凝ってるそうで、ストレッチポールとかすごい効果あるそうですね。ということですね、ストレッチポールちょっと気になる方はぜひ、あの、まあ、ネットの方で見てこういう形かっていうのをね、また知ってまた取り入れていけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、でまあ、来週もあと2回かな、あと2回ですね、スマホでへこますのこの授業は、はい、多分15日までということですのでね、今参加されている皆さんはまたあのこの健康づくりについてまたいろいろと学んで、また自分のものにして、またこの授業が終わっても、はい、あの続けて自宅でも続けていけたら、行っていただけたらなと思いますので、皆さんよろしく頑張って、楽しく頑張って楽しく頑張っていただきたいなと、うん、そうですね、無理しないで楽しく、あの皆さんとみんなで楽しく過ごせて、あ、楽しく授業を、はい、あの終わらせられたらなと思います。またね、来年度もまたこういった授業ができたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。それでは第3コーナーからメールテーマに沿ってお話をしていきたいと思いますので、引き続き感情チャレンジもよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。時刻は12時31分を回りました。 FM 読谷のホースタジオより生放送でお届けしているシエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジをお届けしております。ラジオはもちろんですが、インターネットでも動画配信しておりますので、ぜひそちら回してご利用ください。バイバイ。ということで、ちょっと第3コーナー CD の番号というかトラックを間違えてしまって、オープニングの曲に流れて、曲が流れているんですけども、引き続き感情チャレンジをお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで第3コーナーからはメールテーマに沿ってお話をしていきたいなと思うんですけども、今日のメールテーマ、しゅうくん覚えてますか？はい、はい、今日は節分の日ということで、はい、節分の思い出、そうですね、節分の日の思い出ということでお話をしていきたいなと思うんですけども、節分の日なんか思い出ありますか？節分、小さい頃はよくやりましたよね。ねえ、そう、鬼は外、福は内ってね、はいはい、学校、保育園でよくイベントで、
あったなっていうのも覚えてるんですけど、私はあれです、もう保育園の時にもう毎年鬼が来て鬼に追いかけられるという ね、もう怖いあの日っていうことで覚えていました。鬼が来て、鬼が来て追っかけられて、どこ どこに逃げたんですか。私はあの保育園の多分何歳だろうね、ちょっと覚えてないんですけど、あの記憶ではそう鬼が来るってなって園内ではなく園外に逃げ、本当に怖かったんですよね。そう、すっごく怖くて、この友達3人ぐらいでもう外に逃げようって言って急いで靴履いて避難というか逃げました。でそれで鬼に追いかけられたんじゃなくて、その後は先生に追いかけられて、はいはい、先生に捕まえられて、そうあの園に戻ったっていう記憶があります。鬼小さい時に見るとやっぱり怖いですよね。すごい怖かったね。ただ面かぶってるだけでも、そう子供って怖いんですよね。そう、それでね、もうあれ大豆 なんだろう、大、はい、豆、大豆、豆をもうめっすっごく投げて鬼に向かって、はいはい、投げて逃げたのを覚えてます。あとはもう一つは保育園にあるピアノの後ろに隙間がちょっとあって、もう保育園生なんで入るスペースなんですけど、はい、そのスペースに逃げたのも覚えてます本当に僕でも隠れ物より そう必死で逃げたのをもうそう覚えてますね。やっぱその節分って私あんまり毎年何かをしているってわけではないんですけど、そうなんか保育園の時のイメージしかあんま思い出というか、僕も小さい時のですね、うん、やっぱ家に帰ってきて妹と投げ合って、うんうんうん、戦争みたいな感じで豆合戦でした、ね、豆合戦を、あ妹さんと一緒に、はい、誰が鬼になるんですか。もちろんお兄ちゃんの僕がですねでも我が家では豆をまくと汚れるからということで、うんうん、パック入りのあのおつまみとかであるやつあるじゃない、パックのままやっていましたね、はいはい、あパックのままパックそのまま投げる、はい、あなるほどね。でもその後のことを考えると確かに、でも節分について調べてたら、うんうんうん、あの殻付きのピーナッツあるじゃないですか。はいはいはい、ありますね。東北の方では 6,7 割が、うん、殻付きのピーナッツを投げてやってる。それやっぱ衛生面とかそういうの考えてらしくて、殻付きのものを使用しているということで、はいはい、うーん、まあね、あんまりそうなんか今年今日は何かしますか。今日は、まあ、予定ないですね特にそう、私は去年この FM を見たのスタッフになって、去年の今日だったんだろうな、ちょっと去年のこの時期ってあまり、はい、去年も2月3日です ね2月3日ですよね。その日に恵方巻きを食べた日、はい、恵方巻きを食べる日、最近から恵方巻きって聞きますよ ね恵方巻きって私の中であまりイメージがなかったので、恵方巻きって何の日に食べるかっていうのも、はいはい、去年知って、僕も全然分からなかったですね。そうか、恵方巻きを食べる東北どこの方にいい方向に、まあ、多分毎年方向が、ね、変わるということですので、今年の干支に合わせていい方角があるということですので、その方角に向かって、はい、この巻きを食べ、毎年、うん、幸福 の神様の場所が変わるらしくて、変わる、今年 の神様のいる方角はですね、はい、どこだろう、西南西、西の西と南がありますね、はい、西寄りの南、西寄りの南の方に向いて今、はい、今年は神様がいると、はい、そうですね。恵方巻きっていうの食べ方があるの知ってました。そういうこと、食べ方、どんな食べ方ですか。まず、はい、恵方巻きありますよね、一本、うん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 、でこれを切って食べてはいけないそうですよ。縁を切るという、あそういうのは一本丸々、それで一本丸々食べたんだっけ ね、なるほど。それはじゃあ切っちゃいけないっていう、またこの巻き寿司ってのを鬼の金棒に見立てて、それを退治するっていう意味もあるみたいですね。そうなんですね、はい、じゃあ今年も今日も食べなきゃですね。そして恵方を向きながら食べるんですけど、恵方を向きながら願い事をしながら、願い事も、はい、願い事もできるんですか。やっぱり神様のいる方角ですよ。願い事をしながら、願い事してるので、うんうんうん、静かにですね、黙々と最後まで食べる。願い事をしながら喋るとですね、運が逃げてしまうそうで。そうなんですね、
食べ終わるまでは絶対にですね、うん、口を聞いてはいけないそうです。本来の食べ方ですけどね。本来の食べ方があるんですね、はい、知らなかった。今日うん、給食で恵方巻きが読谷村の給食で出てるそうなんですけど。そうなんだ。給食に恵方巻きが出るんですね、はい、みんな絶対喋りながら食べてますよね。ですよね。絶対何も考えずに、うん、多分美味しい美味しいって言ってはい、はい、そう食べてるんじゃないかな。じゃあ願いも叶うということですので、願いも今年の1年のね、あの何か願いをも言いながら恵方巻きをぜひ食べていただきたいなと思います。今年も FM 読みたん、ね、ちょっとスタッフがさっきちょっと調達して、いい、ね、うん、今からこう番組が終わったら食べるんですけども、考えたらお腹空いてきましたね。はい、恵方巻き本当いつからなんですかね。僕らの時豆しかなかったですよね、うん、給食に恵方巻きって出てなかったと思う、うん、しかもね、さっきちょっと打ち合わせでちょっとお話ししたんですけど、恵方巻きを自分たちで作るんですよね、はいはい、給食で、この給食、まあ、当番さんだったとは思うんですけども、実際にあの教室で恵方巻きを巻く、巻く楽しいでしょうね。楽しいながら、ね、みんなでちょっと恵方巻きを作るというかね、作るっていうのはすごい楽しいですよね、はい、絶対ね。というか、こうやって自分たちで巻いたものを食べるっていうのことでも、うん、あのすごいいい、なんて言うんだろう、何になるの、ね、いい経験っていうかな、はい、になると思うので、今日は楽しく給食を食べてるのかな、もしかしたら今頃ですね、ちょうど今の時間ですかね、給食は、はい、まあね、お昼時間ということで多分恵方巻きを食べてる方も多くいるのかなと思うんですけども、またね、今年もいい年になるように願いを込めて食べていただきたいなと思います。今も恵方巻きってコンビニとかスーパーとかで今日絶対売ってますよね。そうですよね。なんか恵方巻きって、そうそう、コンビニに結構最近、はいはい、あの横断幕じゃなくて、なんていうんですか、のぼり横断幕じゃ、のぼりがよく立ってるのを最近見ますね、はい、昔はやっぱりこの文化もともとあったらしいんですよ、恵方巻きを食べるっていう文化。沖縄にもですか。いや、沖縄はなくて、はい、沖縄はそうか、ムーチーがありますもんね。はい、そこ本土の方であった。それが廃れてたんですけど、やっぱり十数年前からこうスーパーとかコンビニとかで売り始めて、今結構こういうふうに浸透してきてる、また復活してきて、そうですね、まあね、こういった行事、まあ、うん、なんか楽しみになるので、またね、今日何食べようって言った時に、こういったイベントことがあったらね、あの選びやすいというか、楽しみに、なんか食べ物を食べるのを楽しみにできるのかなと思うので、今日は2月3日なんだっけ、節分の日ということですので。節分って言葉の意味わかりますか、うん、そういえば、え、節分、漢字わかりますよね。漢字は、はい、わかります。季節の節に、はい、そうですね、ぷんぷんっていうか、何分の分、この季節の移り変わる時が節分っていう意味なんですよ。季節が変わる時、はい、前、うん、あの大寒の日、あ、はい、ありましたね、覚えてます、はい、寒い、一番寒い時、うん、今日から、ま、今日から春に向かっていくそうですね。今日から暖かくなっていくという意味で節分、うんうんうん、この季節の変わり目、変わり目ってやっぱり風邪とかになりやすいじゃないですか。そうですね、季節の変わり目は体調崩しやすいですね、はい、崩しやすいですよね、うん、それで季節の変わり目はですね、うんうん、悪いことが起きやすいそうなんですよ、うん、あ、時期的にこの時期っていうのは、はいはい、それでこういった、そうですね、悪い鬼を退治するために、で、豆、なんで豆かってご存知ですか。なんで豆か、確かになんで豆なんだろう。豆はですね、で魔物の目と書いて、うん、豆という、そこから取って豆を投げる。そうですね、そうなんですね。そこから豆を目に向かって投げるじゃないですか、うん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 、そこから始まったそうですね、豆巻き。あ、それで退治をして、うんうん、もう鬼は外に行って福は内、はい、そういう意味があるんですね。また豆巻きのやり方っていうのが、やり方ご存知ですか。知らない。普通にもポ、はいはい、鬼に向かって投げる、まあ、外に向かってとかね。でも鬼っては本当は真夜中に訪れるそうで、うんうん、豆巻きは夜にやるそうですね。そうなんですね、夜にやるのが効果的なんだろうね、はい、もしかしたら。で、豆をまくのは、年男とか年女とか厄年の人が、厄年の人たちが担当するそうですね。実際家族とかでやる場合、うん、うん、そうなんですね、まあ、いろいろと
なんかただ単になんかやったり、はい、ただ鬼に投げて今日は誰かお見せるとかね、はいはいはい、楽しい行事だと思ったら、やっぱちゃんとしたやり方があるそうですね。あ、ぜひ、まあ、こういったやり方もこういったやり方があるということですので、うんうん、ね、今日は夜に、はい、今日夜みんなも豆まきの時はいくつ食べるか分かりますか、うん、これも年の数とかかな、はいはい、そうですね、数え年、数え年、数え年、自分の今の年プラス1歳ですよ、数え年、1歳、もうこの数を食べる、はいはい、そうですね、魔物が、魔物じゃないね、いいこと、いいことが、はいはいはい、でムーチとかもね、よくこの自分の数だけ食べるとかって言いますもんね、無理ですよね、それそれはちょっと無理だけど、でも豆だったら食べれそうですからね、はい、食べれますね、はい、ということですので、大豆はすごい健康にいいそうなのでそうですね、豆はね、はい、いいということですので、今日は節分の日ということですので、ぜひ夜に豆を食べていただきたいなと思います。ちょっとこの第4コーナーに行く前にちょっとメッセージが届いているので、メッセージ紹介していきたいと思いますので、はい、はい、ラジオネーム、なっちさんからです。こんにちは、今日は寒くなりましたね、みきちゃん、あうべ体操頑張ってますか。私はあえいうえおあおで顔の筋肉体操を頑張っています、笑い。今日のテーマは節分ですね。節分といえば豆まきですね、豆まきですね。沖縄では恵方巻きを食べる習慣って昔からあったのかな、はてな。豆まきといえば保育園では先生が鬼になるのが恒例ですよね、恒例ですよね。息子が保育園の頃、鬼が逃げ回る男の子を掴んで1対1で戦わせてましたよ。 え、はい、え、泣きながら鬼に立ち向かってる姿に笑いが止まるみきちゃん、しゅうくん、恵方巻きは切っちゃダメだそうですよ、はいはいはい、ということで、はい、さっきねちょっとお話があった恵方巻きは切っちゃダメということですので、恵方巻きはそのまま1本食べていただきたいなと思います、うん、あとちょっと鬼と1対1で戦わせたっていうのすごいですね、保育園の時に、うん、その勇気がすごい。でも泣きながらってやっぱ本気でも鬼を倒したかったんでしょうね。あーやばい、でもすごい、この子きっと強くなったと思います、はい、このことね、これを戦ったことで、はい、ということで多分今日は保育園で多分鬼さんが来て、大豆みんなね、イベントが行われているかと思うんですけども、立ち向かってその力強いね、はい、勇気を持っていただきたいなと思います。第4コーナーも引き続きお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。Thank you.
くは12時47分を回りました。あっという間にエンディングが近づいていますが、時間いっぱいまでどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ということで本日は読谷村役場健康環境課から大城修さんと一緒に、お届けしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、ということでちょっと番組の前にですねちょっとお知らせがありますので、こちらのお知らせをさせていただきます。沖縄税務署から確定申告についてのお知らせです。平成26年分確定申告の申告相談会場は沖縄商工会議所ホールです。相談開始は2月9日月曜日からとなりますのでご注意ください。なお自宅やオフィスにいながら申告や納税ができる便利な e-tax をぜひご利用ください。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。ということで沖縄税務署から確定申告のお知らせでした。もうね確定申告の時期ですね。はい、ということで9日来週の月曜日から、はい、相談が開始ということですので、ちょっとね気になる相談を受けられたい方は源泉徴収票を持って、そうですね、源泉徴収票、あ、票じゃない、票を持って、はい、職場から皆さん届いてると思いますので、そうですね、各自でもし受けられる方はちょっと相談等があれば2月9日から、沖縄商工会議所のホールで行われるということですので、どうぞご利用していただきたいなと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ引き続きちょっと完全チャレンジをお届けいたしますの で、はい、ではですね、節分、はい、節分の日ということで、はい、先ほどの、ね、メッセージいただいたナッチさんありがとうございます。なんかねもう泣きながら鬼に立ち向かってる姿も親からしたらね、はい、まあね、もうたまらなく笑いが止まらないのかもしれないですけども、まあね、必死に戦う子供の姿、まあ、それも一つの成長で、だからなんかいい経験になるのかなと思います。はい、ではもう一件ちょっとメッセージがありますので、ちょっとメッセージをご紹介させていただきます。ラジオネーム読谷大好きさんからです。メッセージありがとうございます。こんにちは。節分の思い出ってなんなあ思い出ってないですが思い出がない、思い出がないのですが行った行った大豆ですね。行った大豆は好きでつまみに食べていますよ。同じ大豆製品つながりで納豆の思い出なんですが、中学生の頃初めて給食に出た時はあの匂いが衝撃的でした。今は慣れて美味しく食べることができます。ちなみにわさびかキムチを入れるとすごく美味しいですよ。納豆は食べれないんですか。まあ、僕も小さい時はやっぱり匂いが強烈で食べれなかったですね。くさっと思って、そう、匂いが私苦手で今でももうあまり手を出さないですね納豆。今は僕は好きですね。好きですか。やっぱでも納豆ね体にやっぱすごいいいって、はいはい、いうので、そう、わさびとキムチを入れるとすごい美味しいそうなんですけど、食べたことありますか。わさびとキムチで。僕は梅干しを入れる派ですね。梅干しすごい合いますよ。そうなんですか、はい、納豆に梅干しを入れて混ぜて食べる。はい、乗せて食べる。混ぜた後に梅干しを乗っけて、この納豆の匂いっていうのがいいんですかね。それが梅干しとかこういうわさびとかキムチとか匂い強いじゃないですか。強い。それで匂いがこの優しくなるっていう味が、納豆のこの匂いがちょっと和らぐんですね。はいはい、うんうん、へえ、ちょっとわさびキムチは好きなのでちょっとチャレンジしてみようかな。そうすると、ね、これはあれですか、納豆に梅干しにご飯とかにかけて食べるんですか。はい、なるほどなるほど。納豆好きはねそのまま納豆をば、ね、いっぱい作って食べちゃうんですけども、やっぱり美白効果にもありましたっけね。確かダイエットとかにもすごいいいそうですね。はい、ということですので、もう納豆も、はい、食べてうん、うん、いただきたいなと思います。大豆はですね、はい、はい、大豆、うん、ダイエットや綺麗になりたい人、メタボが気になる人、はい、うんうんうん、お酒好きの人にいいそうですね。そうなんですね。でも女性には、はい、もってこいですね。低カロリーで高タンパク、畑のおに、うんうん、肉って言われてるそうですね。畑の肉って言われてる。それぐらいやっぱり栄養が多いものになっていると。そうなので、ということですので、納豆、はい、ちょっとチャレンジしてみたいと思います。あと、もうそういえば今日2月3日節分の日でもあるんですけども、なんか人参の日、人参の日でもあるそうですよ。なのでね、人参、はい、2月3日、まあね、2月3日で人参、
っていうことですので、多分 いろんな野菜屋さんっていうの野菜屋さんでは多分人参のキャンペーンというかね、特売とかやってるんじゃないかなと思いますので、ぜひあの近くの多分 JA ファーマーズさんでもやってるということですので、読谷人参、はい、そういえば読谷の人参って なんかあれでしたよね、確か2番ぐらい2か3番ぐらいに収穫、すごい、はい、そうですね、収穫数本土の方にも出荷してて、東京でも僕がいた時も売ってましたね、スーパーで読谷さんっていう。そうなんだ、すごい、あまり小さい時に知らなかったんですけどね。自分も2年前ぐらいにそう人参が結構取れるって、この上位にあるっていうのを知って、はいはい、もうなんか読谷村も結構すごいなっていうのを改めて、はい、いい土なんですかね。うん、ということで今日は人参の日でもあるということですので、まあ、恵方巻きも食べながら、まあ、人参しりしり人参しりしり、まあ、人参を使った料理もあの一緒に食べていただけたらなと思います。まあね、2月はあの人参がキャンペーンが多いということですので、ぜひあの近くの野菜八百屋さんっていうのかな、八百屋さん、うん、なんて野菜屋さんって八百屋さんかな、はいはい、に行かれてみてはいかがでしょうか。ということで、もうあっという間にあと1分半ともうすぐ終わるんですけども、来週の、ね、テーマも伝えながらちょっと、まあ、終わりにしたいなと思うんですけども、はい、来週は確か来週の土曜日が2月14日ということで、来週のテーマはバレンタインですね。もうこんな時期なんだバレンタイン、そう、来週のじゃ土曜日がバレンタイン、2月14日バレンタインということで、バレンタインの思い出、思い出、バレンタインデーか、はい、じゃあしゅうくんがバレンタインでいただいたので思い出がある話をしていけたらなと。小学校の頃はねたくさんもらえたんですけどね。ねえ、今となっては、はい、うん、ということで、まあね、こういったお話もしながらまた何かいろいろとお話ができたらなと思いますので、また来週も頑丈チャレンジをよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日は大城しゅうくんありがとうございました。また来週もお願いします。この番組は FM 読谷の本スタジオより生放送でお届けしているシエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジ。この番組は読谷村健康づくり推進協議会、読谷村役場健康環境課の提供でお送りいたします。それではまた来週この時間でお会いしましょう。バイバイ。